園に妙な祠が見つかった？撤去しようとすると作業員が倒れてしまいまして、まだ誰も目を覚ましておらず、役所もお手上げでして。誰も目覚めてないんですか？たたりかよ、怖えな。公園は子供たちも使う場所だ。早く取り除かないと大変なことになるぞ。うん、ガキなんとたたられればいいんじゃ。わしはいかんぞ。で、これがそうか。小さいのになんか不気味だね。安心しろ、何が来ても俺が守る。焦んなシディ、たたりなら失礼働くとやべえぞ。そういうものなのか。相手が神様ならな。なんだ、何これ、意識が。さ、シディ、クソ、まだ何もしてねえぞ。しっかりしろ、意識を。ダメだ、クソ。夢影、シディ。あれ、二人とも家にいるのかな。どうしたんだろう、人の気配がない。まるでゴーストタウンみたい。何、地震？誰か助けて。嫁ちゃん、オーナーいたら返事して。嘘、お店に誰もいない。うわあ、商品棚が。いった、足が。なんでこんなに地震が。早く逃げないと。あれ、飛べない、力が使えない。嘘、そんな。思い出した、地震の時には不用意に外に出ちゃいけないって。ガラスも降ってくるし、建物の外壁だって。ヒサメ、夢か、影千代。ヒサメ、誰もいないのか。うん、どこにも二人がいない。雷も出てきたな。雨が降りそうだ。雷に撃たれたぞ。誰か救急車。何、こんな街中で。またか。やばいぞ、逃げろ。兄さんたちに聞いたことがある。あれは即撃というものだ。雷は近くの者にも伝わる。雷の時外に出たら木に寄りかかるなと言われた。街灯も同じだ。ママ。ママ、どこ。まずい、あんなところにいたら。怖いよ。待ってろ、今助ける。ここは危険だ、早く逃げるんだ。お母さん。落ち着くんだ、大丈夫、母親はすぐ見つかる。この場を離れるぞ。しまっ、シディ。はあ、夢だったのか。ヒサ、シディ、誰もいねえな。おい、ヒサ、シディ、どこにいるんだ。くそ、二人どころか町に誰もいやしねえ。てか川やばくね。まさか避難警報出てるのか。やべえ、くそ、道が通れねえ。やばいぞ、もうすぐ川が溢れる。高台に行きたいのにこの道が通れないとなると危険だけど、山沿いから行くしかねえのか。ビルに行く道も全部ダメだ。本当にここしかないのかよ。ハザードマップで一番やべえとこなのに。水害は逃げ遅れたら一巻の終わりだ。水は一瞬で全てを飲み込んじまう。いくら死なない俺でも自然の力には。マジかよ、終わった。山崩れは何千トンもの土砂が降り注ぐ。これを受けて無事だった奴は誰もいない。もう待ってても誰も帰ってきません。せっかくサボって待ってるのに、どういうことですか。最新の惚れ薬、シディさんに一服盛る前に影千代で試そうと思ったのに、どこを突き歩いてるんだか。あ、そうだ、誰も見てませんよね。これボティス様でもあまり見られたくないんですよね。私の祈願なら簡単にシディさんを見つけられます。シディさんどこですかと。おいと、意外と近いですね。なんで公園？なんで外で寝てるんです。まさか野外で、しかも3人で。ハルチ、エッチ、そういうのは不潔だと思います。ちょっと待った、そういうのはいけないと思います。で、あれ、みんな動いてない。何これ、正規？飛んで火にいる夏の虫とはこのことでち。誰？我が名はプカでち。プカ、偉大なる妖精でち、あがめたてまつるでち。何このゆるキャラ、どこから湧いてきたんだろう。あ、
怖くて声も出ないでちか。何を隠そうそこの人間たちをやっつけたのは僕でち。はあ、さあお前も幻に包まれて精液を差し出すでち。これは僕の現実は恐ろしいでちよ。人間の恐れる自然災害、どうしようもない力の前に苦しむでち。現実、はあ、なんだそういうことですか。え、シディさん起きてください。なんか吸われてますよ。あれ、雷が。ああダメだ、心の深いところに現実をかけられましたね。なんで聞かないでちか。残念でした。私もそういうの得意なんですよ。お前一流の力を持ってるでちか。基本的に人間は嫌いですけど、シディさんに手を出すやつは大嫌いです。あなたシディさんに子供を出しにした幻影を見せてますね。ルチティ、どうしてくれましょうかね。だいたい幻術使いは本体が弱いですから、私でも捕まえられますね。ルチティ、ちょっとからかっただけでち。嘘ですよね、シディさんを食べてましたよね。ごめんなさい。あら珍しい、立派なクワガタ。虫なんてどうでもいいでち。離すでち。このまな板女、こいつ口悪いですね。あ、そうだ。何するでち、拷問でち、ひどいでち。これは惚れ薬です。飲んで最初に見たものを愛するんですって。ちょっと試してみてくれませんか。そこのクワガタで。ここは、あ、起きましたね。陽明、どうしてここに。散歩してたら見つけたんですよ。陽明、気をつけろ、影千代もヒサメもやられた。ああ、それですか。もしかしてあれのことです。あれ、気持ちいいでち。もっと、もっと愛して。なんだこいつ、キメ。こんなのいたっけ。あれはじゃれているのか。喜んでるしいいんじゃないですか。あれがクワガタに挟まれたらみんな起き上がりましたよ。これでいいかな。クワガタさんごめんね、溶けたらまた動けるから。あ、もしもし依頼人さん、原因捕まえたんで回収いいっすか。そう、保健所でいいと思うっす。いや、そのちょっと気持ち悪くて。何か閉まらないな。いいんじゃないですかね、解決したんですから。あ、嫌な夢見たな。ところでカレコレ屋にハザードマップあったっけ。コゲンもそれ気になる。私もだよ。ん、陽明どうした。何も。あっぶな、あの薬使わなくてよかった。今日はファミマプリントをやりに来ました。俺ゲームしてたんだけど。よし、プリンターへレッツゴー。聞けよ。今今月のカレコレのランダムブロマイドが期間限定で発売されてるの。私あと3枚でコンプリートできるんだ。今日こそは。あー、かぶっちゃった。そういうこともあんだろ。影もやろうよ。まあ1回くらいなら。あ、それ私持ってない。影、うん、いいな。そうか、せっかくだしあと1回だけやってみるか。くそ、またかぶった。ちょっと影やりすぎじゃない。あ、そうだ、何が当たったか見せ合おうよ。ああ、俺はこんな感じ。私はこれ。この調子なら発売期間中にコンプリートできそう。そうだな。そういやさ、これ持ってねって言ってたよな。やるよ。え、でもこれ影もかぶってないじゃん。いいって、やるよ。怪しい。ギク影。いや、そのお金使いすぎて帰りの電車賃貸してほしいな、なんて。じゃあ私先帰るね。いいじゃん。今月のカレコレファミマプリントが全国のファミリーマートの店内マルチコピー機で好評実施中。絶対にゲットしてくれよな。